特に中山間地の問題、地域の商店街の問題、さらには TSMC 周辺のさまざまな課題、3区を回っていろいろな問題課題を改めて感じたところでございます。こういったものを市町村、そして県、さらには国、この連携プレーで一つ一つ解決してまいりたい、